ジェイソン・ムリージョは、コロンビア・サンティアゴ・デカディ出身のサッカー選手。コロンビア代表、セルタデビーを所属。ポジションは DF。ヘイソン・ムリージョと表記される場合もある。2009年に、地元、カリのサッカークラブ、デポルティーボ、カリの下部組織に入団。2010年にイタリア・セリエへのウディネーゼへ移籍し、直後に定型クラブである、スペインリーガ・エスパニョーラのグラナダへ、レンタル移籍。 2011年にグラナダへ完全移籍。その後スペイン3部のカディス、スペイン2部のラスパルマスへレンタル移籍し、経験を積んだ。2013年にグラナダに復帰。2013年8月18日のリーガエスパニョーラ第一節 CA オサスナ戦でデビューを果たした。2013から14シーズンには32試合に出場した。2015年2月、 イタリアセリエへのインテルミラノへのシーズン終了後の移籍が決定。2015年7月に公式サイトから正式に発表された。移籍金は800万ユーロプラス200万ユーロのボーナス払い。2015から16シーズンには同時加入のミランダと共にコンビを組み、ディフェンスラインに安定感をもたらした。2017年8月18日。 バレンシア CF へ買取義務付きの2年間のレンタル遺跡が発表された。翌シーズンよりインテルからバレンシアに完全移籍した。2018年12月21日、FC バルセロナが今シーズン限りのレンタル遺跡を発表。また、買取オプションが付いていたが、バルサ独特のスタイルに馴染めず、リーグ戦2試合に出場に止まった2019年7月13日。 UC サンプドリアに買い取りオプション付きのローン遺跡で加入した。2020年1月15日、UC サンプドリアに完全遺跡するとともに、セルタデビー後にレンタル遺跡で加入することが発表された。2014年10月に行われたエルサルバドル戦で A 代表デビュー。コパアメリカ2015では、コロンビアの全4試合にフル出場し1失点に抑え、 グループリーグ第2戦のブラジル戦で代表初得点となる決勝ゴールを挙げるなど活躍。大会終了後には最優秀若手選手賞と大会ベストイレブンに選出された。ありがとうございます。